こんばんは。もう見てボサボサ。ボサボサ。今日はイベントがあって、まずは来てくれた皆さん本当にありがとうございます。本日マークイズ福岡も持ちで、アイスの牧場絞りってあるじゃない、それを800個売りますチャレンジっていうのをやらせていただいて、でそれが私ラジオをねやってるんですけど、 RKB ラジオをメンバーの4人でこう週替わりでやってて、その4人で800個2時間半朝の10時から12時半の2時間半で800個売り切ろうっていうチャレンジ企画をやって、そうで今日実際に私たちがファンの皆さんの前で売らせていただいたんですけど、800個って正直いけるのかなってすごく不安だったんですよ。2時間半で800個いけるって思ってたんですけど、1時間半ぐらいでもう無事800個が完売しまして、ありがとうございます。みんな買いに来てくれた皆さんで、急いでちょっと残りをかき集めていただいて、結果合計1224個、もうギリギリ用意されていた1224個がもう全部きれいに完売できて、本当にありがとうございます。なんかマークイズ内の、まあ実際スーパーがあるんですけど、マークイズの中に他の在庫とかも全てと聞きました。どうか分からんけど、でも本当に想像以上の方が集まってくださっていて、こう列も外まで続いていたようで、建物の外まで続いていたらしくて、ありがたいですし、まあ今だから言うんですけど、実は公演に出てたメンバーが買いに行きたいってずっと言ってて、リノと愛理ちゃんがまず2人でずっと行きたい行きたいって言ってて、でリノとユエルはやり取りしてて、サエと愛理ちゃんはやり取りしてて、でこれ超えたらいいのにねみたいな話をユエルとしてたんですけど、まあ、そこに便乗してみーちゃんもからも LINE が来て、なんかリノちゃんとアイチーが行こうって言ってるんだけど、私も一緒について行こう行きたいんだけどみたいな言ってたから、もしかしたら3人来たかもってなってたんですけど、想像以上に人が多かったからちょっと難しいってなったらしくて、でもうスタッフさんたちで話してちょっと罰でだったんだって。だからそれぐらいたくさん
の方が来てくださって嬉しかったです。まあ今日皆さんと会話してると、あの実際に生中継で入っていたラジオを聞いてきましたって方がいたりとか、私たちがこう載せてたインスタのストーリーズでそれ見て知ってきたとか、あと近く歩いてたらさやちゃんがいるってのを見て寄りましたみたいなあのポスターとかも多分貼ってくださっていただろうし、本当にたまたま通りかかってさやちゃんが見えたんで来ましたみたいな方とかも いらっしゃって、なんかそうやっていろんな方が、本当に HKT を知らないおばあちゃんとかも来てくださったりして、あの普通にアイスを買いに寄ってくださったりとか、もういろんな人が来てくださってありがたかったです。ファンの方はこう何回もこう回ってくれようとして、わざわざこう外に回ってまた並んでくれたりした方もねいて、ありがとうございます。なんか逆にそれで暑くてアイスめっちゃ美味しいみたいな声を結構聞いたのでよかったですね。もうみんなの、あのたくさん購入いただいた方の冷凍庫とお腹のキャパが心配ですけどでも本当に美味しくて、私たちもあの休憩時間にちょっとこっそり買って買っていただいて、はい、もらいました。やっぱアイスはちょっと幸せにしますね。本当にアイスって最高。7個食べたよ。すごい。もう女の子とかそのね、すごいよ。もう女の子もう男性女性関係なく。たくさん食べててすごい。味は3種類あって、ミルクと生キャラメルとミルクカカオの3つがあって、でも最終的にミルクを結構一番多く量を準備してたので残りミルクだけですって感じで。ねえ、そういえばびっくり、急に。そう、全部美味しくて全部美味しかった。こうやってやってて、そういえばって思って、ネイルを変えました。チャンチャカチャンチャンチャン、見ますか。じゃーん、まずこれはリボン、あのバレエシューズみたいなリボンを描いてもらったりとか、ここにはねちょっとバラがいたりとか、これハートで、こっちにはキティちゃんがいます。またいます、キティさん。久しぶりのキティさんです。これもバラ、かわいい、かわいいフェスティバル、かわいいだろう、かわいいだろうがよ。
キティさんです。なんか私本当にいつもこういうデザインにしようって決めて行っても全然違うデザインで完成するんですよ。可愛いパーツが多すぎて、なんか本当は黒いバラとか黒いリボンつけようかなとか思っちゃうんですけど、結果めっちゃピンクみたいな。まあいいんです、全部可愛いから。迷っちゃうんですよね、いつも迷って、あのネイリストさんにほぼじゃあお任せしますって言って、もうお任せしてます。感じで、私昨日変えたばっかりだったから、今日のイベントでもアイスを買うタイミングでネイル見せてって言ってくれる方とかもいて、たくさん自慢しました。ありがとうございます。で、まあ今日は終わって、イベント終わって、事務所のレッスン場でコンサートの練習をちょっと一人でしようって思って練習してたのね。でもお昼公演、夜公演とこの曲が私は心配だなとか、ちょっともう一回確認しておこうっていう曲とかをやって練習して、でちょうど帰るって時に、日向からもう本当にたまたま連絡来て、ベストタイミングで、キャーン、佐藤としおさんありがとう、うん、ありがとうございます、ありがとう。努力かか、全然そういうことじゃないの。やってたらさ、ちょうど終わって、よし一旦フィリオルこれオッケーで、今日も朝早かったし帰ろって思ってたら、日向から連絡来て、なんかたまたま福岡に仕事で来てたのかな、北九州かな、なんか福岡に来てて、でまあもう飛行機までの時間、次の予定の時間までの本当に2時間ないぐらい、2時間弱しかないんですけど、大ちゃん会えないですかみたいな連絡が来て、そうで、もう本当にタイミングよくで、しかも私もなんかすごいフッカルで、今日なんかフットワークめっちゃ軽くて、え行くよみたいな、もうすぐ行くすぐ行くってなって、だって本当にずっと会おうって言ってたし、なんかお互いに、日向は福岡来たらで私は東京いたらすぐお互い連絡し合おうってなってたから、ずっとそうだから、もう日向も一瞬だけど連絡してくれたらしくて、で2時間弱一瞬、本当に一瞬会って
もうノンストップで喋って解散しました。すごかった。なんかあの日向が現役時代 HKT 時代とかもあのすごい会ってたんですよ、毎日のように。なんかまあ前そのご近所だったっていうのもあって、めっちゃ会ってて、なんか一緒にこうどっか行ったりとかご飯食べたりとか、なんかなんだろう、マッサージ行ったりとかなんかしてたんですよね。だからなんか懐かしかったです。パッと連絡してパッと会うみたいな、懐かしくて。それですっごいバーッと喋って。ね、すぐ解散したんですけど、次はもうちょっとゆっくりねご飯行きたいなって思います。今エリちゃんと仲いいのも日向が関係あるんじゃなかった？そうですね、あのもともと私は日向と仲良くて、愛理ちゃんも日向と仲良くて、でまあそれぞれ別で仲良かったから、なんか一回なんかさえちゃんと愛知と一緒にご飯3人で食べてみたいですよねみたいなことを言われて、私もなんか全く喋ったことなかったから、ああ愛知ね、ああ全然食べようみたいな、3人で行こうみたいなことをちょっと話したことあったんだけど、本当に喋ったことないかったから多分あっちが、私は先輩だからいいけど、あっちが緊張するかなって思って、あんま自分から行こう行こうみたいなのも誘えないし、まあ日向に任せとこうって思ったんですよ。いずれ時が来たら時が来たら日向がお互いを誘って3人で行くかなみたいなって思ったんですけど、まあ、結局行けず、その時はひなたが卒業した後に私とみーちゃんとひなたとあいりちゃんでご飯を行ったことあるんですけど、なんか結局3人ではないかな感じ。だからひなたもなんかびっくりしてた。さえちゃんとあいちがこうやって仲良くなって、なんか不思議だし、ひなたがいるときにそうなってたらもっと3人でご飯行ってただろうなみたいなお互いに当時は私もなんか本当に喋ったことないからね、ぐいぐい行けなかったしっていうのもあって、まあチームがね違ったから、一番はもう本当にチームが違うと
ね、なかなかあれですね、会うタイミングもないし、こうお互いを知って、なんかだってお互いが相手が趣味が何だとかも知らないから話すさあれもないのよ。本当に特に当時は3チームあったからさ、 HK42 と、だからもうなおさらね、タイミングもなくて、話すタイミングも本当に組閣してからが、あとひなとはあのエウラちゃんとリュウトウちゃんのがもうずっと可愛いってずっと言ってるの。私がさ SNS に2人をあげるじゃん、したら毎回さひなたが2人可愛いんですけどみたいなことをすっごい送ってくるのね。だから今日も2人の可愛さを語ってました。あの2人がなんかのグラビアに乗って、その告知を動画でよろしくお願いしますみたいな告知動画撮ってるやつがもう可愛すぎて、それの話をずっとしてました。なんか今日聞いたらさ、6期生がギリギリちょっとだけ被ってたらしくて、そう、私もさ誰がどこまで一緒だったかちょっとあんまり定かではないんだけど、ひなたは6期がギリギリ少しだけ被ってたって聞きました。だからもう7期は全然かぶってないけど、そう、外から見てて可愛いんですけどってずっと言ってた。本当にちょっとだって言ってたね、多分6期生って今何年目なんだ。7形って3年目 ?2 年半くらい。じゃあひなたが卒業してそんぐらい経つってことか。今調べたけど2ヶ月ぐらいしか被ってないんだね。なるほど。今日めちゃめちゃ可愛かった、ありがとう、ありがとうございます、こちらこそ。ありがとう。あれですね、あの生誕ティーがさ、また1月のこの生誕ティーが販売されるってなってて、あの背面のロゴが変わったんですけど、変わったってなるじゃん。でも実際なんか毎年変わってるらしい、あれ知ってた、みんな実際毎年変わってるらしくて、ここ1、2年で、私もさなんか変えたい派だったんだけど、そ
そうそう、で私がの意見が全然通ったわけではなく、私が、あのこれちょっともうちょっとなんかないですかねって言ったら、実は毎年変えてるんですよみたいな言われて、え、そうなんですか、なんかずっと同じかと思ってたから、同じだったらさこだわりがあるやん、もうだからさなんか変えれないなって、もうずっと年々それっていうものがあるなら私は変える必要ないなって思うし、もうこだわりそれであってほしいんやろうなっていう、こだわりかなって思ったけど、なんかあれらしいね、変わってたらしいよでも変わってたけど、本当にその意見めっちゃ来るんだって、背面ロゴの意見なんかでかすぎますっていう意見とかも結構来るらしくて、もうちょうど考えてたらしいんですよ、変えようっていういろんな案が出てたんだって、背面ロゴ、そのグッズ担当さんによるとね。でも私は私の月、私が去年じゃない今年6月に出した時からもう変わらないかなって思って伝えたんですけど、結局そのそれは難しくて、毎年1月にこうまあね、あのいろんな契約とかもあるそうで、なんか新年度になる時じゃないと、てか年数関わる時じゃないと変わらないからっていうことで、多分1月こと今月発売する分から変わったんですけど、なんか私が言ったから変わりましたっていうことは本当になくてそりゃそうなんですけど、全体のグッズだし、まあメンバー一人の意見でもどうなることでもないし、もともとそれは決まってたらしいんですけどね。でもなんかすごい着やすい感じになってたって、やっぱ前にある自分の推しが作った部分が目立つしいいんじゃないですか。まあ選べたら一番いいんですよね、私は選べたらいいのにっていう提案をしたんですけど、まあそれもね難しいらしいので、いろいろそれは難しいらしいんですけどね。まあ本当に人によるじゃん、あのもうあのでかい数字が好きな人もいれば、あれがあることでちょっと着れないんですけどって人もいるし、本当意見はもう人それぞれなのでなんとも言えませんが、まあでもみんななんだろう、推しがデザインしたデザインがまずは欲しくて欲しいだろうし、なんかまあ生誕 T シャツも難しいんですよね、結構縛りが多くて、もう色が何色までしか使えませんとか、フォントはこれしか使えませんとか、写真になるとカラーは使えませんとか、なんかいろいろあるからちょっと難しいんだけど、そうそう、サイズもさもっと大きい方がいいって方もいるじゃん、実際もっと大きいサイズがいいとか、なんかもっとゆるっと着たいとかいろいろあるからね、難しいんだけどね。
シャツで言うと私の選抜グッズ、今回の僕はやって君を心配できるの選抜グッズの T シャツに細かいんですけど、実は名前が入っててメンバーので、私の名前がちょっと切り漏れされてるらしくて、それも私のファンの方から聞いて知ったんですけど、でなんかどこのタイミングでそれが抜けちゃったか、ちょっとグッズの担当の方も本当にごめんなさいみたいなすっごい謝られたから、全然全然本当にそれはしょうがないしいいんですけど、もう本当に選抜のグッズってその時しか出ない、もう記念だからっていうことで、なんかその T シャツをお買い上げいただいた方はもう一枚私の名前入りが多分いつか届きますので、メールが届いてると思います。なので、あの同じ T シャツが2枚届きますけど、ぜひ使ってくださいなんかそこもすごい早く対応していただいて、ちょっと時間ないので一瞬ランキング見ますね。13位 R さん、12位よっちゃん、11位しるちゃん、10位よっしー、9位つかささん、8位バラ86さん、7位けんたさん、6位たかさん、5位イシさん、4位ケインさん、3位ゆずこしょうさん、2位たけぼすさん、1位佐藤としおさんです。ありがとう。でなんか私のカラーを買ってくださった、私のカラーベビーピンクなんですけど、今回そのベビーピンク買ってくださった方だけですかみたいな、まあ、みんなさそのメンバーの名前一個一個数えてないだろうしって思ったけど、もうグッズの担当の方もう社長もいやダメです、もう全員に送り直させてください、本当にすいませんだからいや全然全然、今回栗がねリナとサイと2人入ったんで、ちょっとそこで間違っちゃったんかなって私の見解ですけど、なのでそれを買ってくださっていた方はちょっともう一枚同じような T シャツが届きます、よろしくお願いしますっていうことです。じゃあもうあっという間に時間なので終わりたいと思います。明日は私は目撃者公演、夜公演出演しますのでよろしくね。おやすみなさい。バイバーイ。